どうも、趣味はおじさん、心は乙女、出資所 VTuber の柿崎ギャスです。といつもこの挨拶をさせてもらってるんですけども、野球とかね、他にも競馬とかがおじさんみたいな趣味が多いのはご存知の視聴者さんもいると思うんですけれども、乙女要素どこってそう思ったそこのあなた、今日です。はい、ね、何をもって乙女かは分かりませんが、今回はですね、2024年の選手の運勢を占ってみたっていうことで、獅子女らしい企画を動画にしてみました。他球団よりキャンプが始まるのも遅いですし、選手の移籍もね、すっかり終わってしまって、ね、ニュースも乏しくなってきたところで、ね、キャンプが待ち遠しくてお暇をしている方がバラエティ感覚でね、見ていただけたらいいなというふうに思っております。私自身がね、占いをできるわけではありませんので、誕生日で占う366日分のこの運勢ランキングにまとめてくださっている占いサイトで占いを見させていただきました。あまりにもね、選手の人数が多いため、今回の動画では支配下登録をされている、もしくは支配下登録をされていたけど怪我で離脱している投手に絞って、トップ5、そしてワースト1、あとはちょっと気になるコメントがねあった選手なんかを発表していきたいと思います。果たして皆さんの推し選手の名前が出てくるでしょうか。よろしければゆるい気持ちで最後までご覧ください。それでは早速、2024年運がいい投手トップ5から紹介をしていきます。まず数いる投手の中から5番目に運の良かった選手はこの方、第5位366日中89位、11月28日生まれ、松本渡投手でございます。誰かがあなたをサポートしてくれることが増えてきます。なので、あなたが困ったことになると、周囲の人があなたを助けてくれることでしょう。困ったことがあれば誰かが手を差し伸べてくれるのは運がいい時期であると言えます。誰かが手を差し伸べてくれるなんてラッキーですよね、というコメントでした。ちょっとね、私なりに要約してまとめさせてもらったんですけれども、ちょっと行き詰まったりとか困難があっても、チームメイトだったりコーチだったり周りの人のね、支えが多い年になるのかなというような内容でございました。はい、戦力になってるね、ローテに入りうる投手がランクインしたっていうのはとても嬉しいことだなというふうに思います。それでは早速、松本投手で89位だったので、まあこの後はみんな366日、2桁ということになってきますが、次の順位は以下に、第4位366日中50位に輝いたのは、1月15日生まれ、豆田大志投手です。おめでとうございます。2024年の1月15日生まれの人の運勢は、物事をしっかりと見つめることで上昇していきます。2022年のあなたは活発に動き回り、チャンスをつかみ取ろうと努力をしていたでしょう。その行動があなたにいい運気をもたらしてくれています。まさしく豆ちゃんのね、努力がこういよいよ身になって大活躍する年になるというメッセージではないでしょうか、というふうに私はポジティブに捉えております。しっかりとね、見つめるってことなんで、困難な日も来るかもしれませんけれども、物事のね、本質をきちんと見つめて向き合って、はい、もう素晴らしい年にね、西武の守護神になっていただければと思います。ここまでね、主力メンバーが続いております。まめちゃんで50位ですからね、366中それ以上上っていうことになってきます、残り3人は。それでは続いて第3位の発表です。366中25位に輝いたのは、7月21日生まれ、ルーキー竹内夏希投手です。素晴らしい。はい、7月21日が誕生日のあなたは、状況を的確に判断することができますので、自分の直感を信じていきましょう。感受性と直感力には鋭いものがあり、瞬発力を持っています。2024年の運勢は、プライベートの時間を作ることで穏やかに過ごすことができます。少しでも息抜きができれば、また明日から頑張る気力が養われて、仕事の効率が格段にアップするはずです、ということでした。すごいですね、感受性と直感力に鋭い、素晴らしいじゃないですか。きっとね、プロ野球の世界に入って
いろんな人の目も増えて環境がすごく変わってね、なんかいろんな影響力とか受けたりすると思うんですけれども、そんなね目まぐるしい毎日に飲み込まれすぎずに、このメッセージにある通り自分のね時間とかも大事にして、プライベートはプライベートの時間でゆっくり設けてほしいですね。そしたら翌日からまたね練習だったりとか試合が効率よくアップするんじゃないでしょうか、ということでございました。素晴らしいですね。期待の新人が3位に入ってきました。25位だよ、すごくない？ちなみに私はめっちゃ下の方でした。ではでは、栄えある第2位の発表です。366-23位に輝いたのは5月13日生まれの佐々木武投手でした。今ね手術明けで治療中でございますが、5月13日が誕生日のあなたの2024年の運勢は愛があふれる1年になります。愛といっても恋人から受けるものだけではありません。誰かのために率先して行動する姿勢や、ちょっとした声掛けだけでも多くの人の心を癒して幸せのお裾分けに感じられるもの、愛に満ち溢れた1年になることは間違いありません。ということで、なんとなく状況もリンクしますね。肘の手術をして今一時離脱しておりますが、その中で、ね、苦しい時間だったりとかもどかしい時間続いていると思いますが、秋季キャンプにも参加したというお話はありましたが、こうあえて、ね、離れてみて感じる周りのサポートだったりとか、元気でやっていられることの日々へのねこの素晴らしさだったりとか、いろんなね愛に触れていろいろ気づいたりとか勉強になることがあるんじゃないかなと思います。一日も早いね石部の復帰を心より祈っております。素晴らしい一年になりますように。ということで、ここもねちょっと今は前線離脱をしておりますが、一軍の主力メンバーが入ってきたということでございました。これ第1位ですよ、第1位。次ここがね誰になるかでこの動画の締まり方変わってきますからね。では行ってみましょう。第1位はドゥルルルルルジャン、366位中19位でした。1月3日生まれの佐藤俊介投手です。イエーイ、おめでとうございます。嬉しいですね。2024年の1月3日生まれの人の運勢は落ち着きのあるものとなるでしょう。地に足をつけて一つのことに集中して取り組んでみたくなるはずです。2024年はその気持ちに従って集中して物事を行っていきましょう。一つのことにあなたが能力を発揮していけば必ずいい結果を生むことができるはずです。はい、しかもね背番号と同じ19位ということで、なんとも素晴らしい結果になりました。素晴らしい。サワンがねこれでジャンジャンと入ってきました。中継ぎがね課題だった西武ライオンズなんですけれども、ここに来て2024年主力の中継ぎ陣がね結構ランクインしてきたっていうのはいいんじゃないですか。強運パワーでジャンジャン抑えてくれることを願っていきましょう。ではここからなんですが、ランク外でねちょっと気になったメッセージがあったので紹介していきたいと思います。まずはあんまりねこう良くなかった気になったメッセージから紹介します。そう、森脇亮介投手と水上由伸投手同じお誕生日なんですよね。7月13日が誕生日のあなたの2024年の運勢は体の変化が起こりやすくなります。異変を感じるだけでなく、なかなか治らず長引いてしまいそうです。ストレスを溜め込まないのも大切です。病が長引くと自分が辛い思いをするだけでなく周りにも心配や迷惑をかけてしまうので、自己管理をきちんとしていきましょう、ということで、今ね病名が難しくて言えないんだけど、上腕動脈血栓みたいなやつ、はい、治療手術ねされてリハビリ中でございますが、森脇投手長引いてしまうっていう恐ろしいメッセージを見たんですけれども、焦らずね本当にしっかりと治療して安全なペースでねぜひぜひマウンドに帰ってきてくれることを願っております。あのね爽やかスマイルが見たいんだけど、早く見たい気持ちはあるんですけども、何よりもゆっくり完全に回復してもらえたらいいなと思います。そしてね水上投手も同じお誕生日なんですけれども、怪我なくね1年やってもらえたらいいなと思います。
そしてメッセージというよりも順位があまりにも気になったワースト1位をねご紹介していきたいと思います。ワースト1位に選ばれてしまったのは366位中356位、下から10番目ですか。なんと8月20日生まれの隅田知一郎投手でした。8月20日生まれの2024年の運勢は諦めないことが大切になる1年となります。決して悪い運勢とは言えないのですが、何事も進みがかなりスローペースになってしまいます。あなた自身が何か目標を立てても達成までに時間がかかるので複雑な気持ちになってしまうかもしれません。途中で投げ出してしまうとそこで終わりになってしまうので、モチベーションを上げる努力をすることが大切になるでしょう。なんか想像のつくメッセージで怖いですね。身に覚えがありそうなメッセージですね。これ考えたくもないですが、捉え方によってはどんなに頑張ってもね、勝ち星に恵まれず2桁勝利かかるのが遅かったりとか、ちょっと最初くすぶったりとかするかもしれませんけれども、とにかくモチベーションをね維持し続ければ素晴らしい投手ですから、確実に結果はついてくる投手なので、周りの人もね、もうスミちゃん頑張って、スミちゃん頑張ってと、こうよいしょよいしょとモチベーションを上げて、ぜひ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 今年はね絶対に2桁勝利してもらいたいと思いますね。言って占いですから、いいところだけ信じて、ネガティブなことはね、頭の片隅に覚えとくくらいに留めて忘れましょうか。356なんてまやかしまやかし、ポジティブなところだけね信じていきましょう。最後に順位が低かったものの内容が良くて気になったお二人を紹介して終わりにしたいと思います。まず一人目は366位中209位と順位が悪かったものの、とても内容が気になった青山みなと投手です。7月19日が誕生日のあなたは、2024年の運勢は才能が開花する年になります。2023年の頑張りが実を結び、2024年新たな才能が開花されるのです。これまで自分でも知らなかった才能に気づけます。責任のある仕事を任されたことにより人を動かす力があることに気づけるのです。会社での立場が一変し、同僚からも一目置かれる存在になる可能性がありますということです。ぴったりハマる内容でした、去年まで頑張ってきたものが実を結んで、責任のある仕事を任されたことによりいろいろ推察できますね。先発クローザー、勝ちゲーム勝ちパ、なんかたやすく想像できますよね。港もあと1枚も2枚もこうステップアップして西武の顔になってほしいなと思います。私すごく応援してるんで、まめちゃんとね、みなとくんすごい応援してるんで、ぜひぜひ頑張ってほしいです。そして最後に紹介する気になった一人はこの男しかいないだろう。366位中295位と順位は悪かったものの、この男、4月23日生まれ、増田達志投手。4月23日生まれの2024年の運勢はご褒美をもらうことができそうです。良い年になるということですね。この日に生まれた人はこれまでずっと努力してきたことがありそうです。その物事に関してのご褒美が手に入りそうとなっています。それはあなたが望んでいたゴールかもしれません。ゴールへの手助けの可能性もあります。たとえうまくいかなくても自分にとって嬉しくなるようなことがあるでしょう。最後のね、たとえうまくいかなくてもっていうのは気になりますが、これは200セーブ達成のことかと思わせる内容ですね。やっぱりね、私オフシーズンの間野球が見たくて発狂しそうだったのでね、過去の試合とかを結構見返してたんですけど、やっぱ9回でまっすーが出てきたらテンションぶち上がるよね。だからね、あと6セーブですか、6だったっけ、絶対にね達成してほしいです。去年不調になりましたけど、普通にファン心としてやっぱり9回に増田達志が出てくるっていうのはテンションがぶち上がりますので、今年もねその機会を楽しみに球場に通いたいと思います。いかがだったでしょうか。ちょっとね、普段やらないような企画をやってみたんですが、主力のメンバーがねかなりいい内容となっておりました。
皆さんの推し選手はいましたでしょうか。またね、視聴者さんのお誕生日は入っていましたでしょうか。この動画が好評なようであれば野手編も作りたいなと思っておりますので、よかったなと思っていただけましたらグッドボタンやコメントの方よろしくお願いします。いつもコメントありがとうございます。そして今後もライオンズに関する動画を投稿してまいりますので、もしまだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは本日もここまでご覧いただきありがとうございました。球春は間もなくです。我々もね、ユニフォームや応援アイテムの準備など頑張ってアップしていきましょう。またね。